東京動画をご覧いただきありがとうございます。福祉保健局多摩府中保健所です。この動画ではプールの残留塩素濃度の測定方法について説明します。有利残留塩素濃度の測定場所はプールの容量によって異なります。学校の25メートルプールのような容量が50立方メートル以上のプールは対角線上の両端を含む2箇所以上、ビニールプールや裁断層のような容量50立方メートル未満の小さいプールは1箇所以上で測定しましょう。なお、学校環境衛生基準では測定箇所が3箇所とされています。プール水中の残留塩素濃度を測る際はこのような測定器を使用します。液体や粉末などの試薬を使うタイプや試験紙を使う簡易タイプがあります。保健所で使用しているのは DPD 法の測定器です。いくつかのメーカーから販売されています。 DPD 法とは DPD 試薬が塩素で発色する反応を利用して色を比べることで濃度測定をする方法です。測定には試薬を入れる測定用のセルと試食用のセルが必要です。まず測定器を用いた方法について説明します。有利残留塩素濃度を正しい使用方法で測定するには準備が必要です。測定器に汚れがないか、試薬の数は足りているか、有効期限が過ぎていないかを事前に確認しましょう。色を比べて濃度を測定するため、このようにセルが汚れていると正確に測れません。試薬はなくなったら単品で購入することができます。予備のセルを準備しておくと安心です。まずセルを測定するプール水で数回すすぎます。これを共洗いと言います。 DPD 試薬を入れる測定用のセルと試食用のセルのすべてに水を入れます。DPD 試薬を測定用のセルに加えます。試薬を入れたら全体が混ざるように少しセルを振り、すぐに測定器に入れて色を比較しましょう。すぐに測定しないと正確な濃度が測定できません。測定用セルの色と試食版の色を比較します。同じ色の表示がその水の有利残留塩素濃度です。測定したセルは速やかに水道水で洗いましょう。 DPD 試薬が残っているとセルが茶色に汚れてしまいます。水をよく落としてから乾燥させます。水が残ったまま乾燥させるのを繰り返すとミネラル成分が残りセルが曇ってしまいますので注意しましょう。次に試験紙を用いた測定方法について説明します。まず試験紙を取り出し、先端部分をプール水につけます。つける時間については試験紙の説明書に従ってください。試食用のサンプルと先端の色を比較します。最も近い色の濃度表示がその水の残留塩素濃度です。試験紙は必要な濃度が測定できる範囲のものを購入しましょう。必要な有利残留塩素濃度はプール水は 0.4 から 1mg パーリットル、腰洗い槽は50から 100mg パーリットル程度です。腰洗い槽など高濃度を測る場合は高濃度用の試験紙を使用しましょう。有利残留塩素濃度はどのタイミングで測定をしたらいいのでしょうか。50立方メートル以上のプールはほとんどの施設で連続自動注入器によって塩素濃度が管理されています。東京都の条例では1時間ごと測定し記録することになっています。小規模のプールは自動注入器もなく水の容量も少ないため、
塩素濃度低下のペースははるかに早いです。特に天気が良く暑い日には消毒効果がすぐに落ちてしまいます。プールの規模や利用者数に応じて遊離残留塩素濃度が 0.4mg パーリットルを下回らないよう適切な測定頻度にしましょう。これは屋外プール水の遊離残留塩素濃度を2分おきに測定した時のグラフです。人が入っていない状態でも 0.8mg パーリットルあった遊離残留塩素濃度が34分で0.4mg パーリットルに低下してしまいます。遊離残留塩素は日光や高温によって分解されやすい性質があります。さらに人の皮膚の汚れなどでも塩素は消費されてしまうので、このグラフよりも早いペースで塩素濃度は低下していきます。遊離残留塩素濃度が 0.4mg パーリットルに満たない場合はそのままにせず、直ちに塩素剤を追加してください。改善措置を行ったらすぐに濃度を測定し、 0.4mg パーリットル以上になったことを確認してください。これらの対応はプール日誌などに記録してください。以上で残留塩素濃度の測定方法についてを終わります。今後も適切なプール管理にご協力をお願いします。